ではこの脇の部分、空きがどれぐらいかっていうのをご自分で羽織っていただいて、あのー、腕の通る場所ですね、ここのところをどれぐらい開けるか、そして脇のところですね、どれぐらいのところを止めるかっていうのを決めていきます。で、私はもう自分の空きがこれぐらいがいいかなっていうのをここで止めてあるんですけれども、この長編み3目のこの模様編み、これが見えていると思います。 こちらが表側でこちら裏ですね裏表に今してるんですけれどもこの長編み3目を数えていって13個目です12345678910111213と13個目のところに段数マーカーをつけておきましたなのでここから下の裾からですねこの脇のこのところまでここのところをかがっていくという感じにしようかなと思いますでまあそれがご自分で決めれたら次は糸ですね 糸でかがっていくので、これをちょっと取っていきます。私はここまでになるので、まあ糸端合わせたとして、ここ1倍、でから2倍、まあ3倍ぐらい残して、ちょっと残してですね、まあ、そのぐらいでカットしておこうと思います。3倍とちょっとぐらい、はい、残してカットしました。とじ針に糸を通したら、端っこのところから2つ合わせてやっていきます。 まずこの糸端のところですね。この手前のところ、ここと、お迎えさんはまあ、この鎖のところのあたりですね。ここに入れて、まずは糸を、こんな感じで糸処理できるぐらいに残しておきます。で、今の糸端、ここ残ってるところと一緒に結んでおくと、これ固定されるので、また糸処理できる分ぐらいに残して、ちょっと二重ぐらいにこう結んでおきますね。はい。で、これができたら、 これってどう合わせてったらいいかなっていうのがちょっとわかんなくなるんですけれども、これって長編みのこの3目のところ、ここにね、穴開いてますよね、ここ。長編みこの3目の隣にこれ穴。ここのところ長編み3目の隣に穴が開いてるので、ここをね、こっちとこっちと指を入れてやっていくとすっごいわかりやすいんですよ。 まず最初、ここぐるぐるぐるっとすると、ここに長編み3目、長編み3目の、まあ横の長編みの棒ですよね。これがあると思います。まず1個ですね、ここのところに、まあ、指を入れておいて、その状態でこうやってして、まず最初、かがっていきます。はい、こんな感じでかがれたら、次、ここですね。 あの全部長編みの足を取るんじゃなくって、ちょっと半分ぐらい。半分半分ぐらいを取って、全部じゃないところを取っていこうと思います。で、あまりにも大きく、あの、こう、吐いじゃうと、ここの,のところが、今これ裏からこう吐いでると思うんですよね。で、表に向けて、こっちの方向けて着用することになるんですけれども、ここに糸がね、ピー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 って渡るのがすごいわかるので、なるべくあの、細かく、 してた方がわか、えっ、ー、と、わかりにくくなるかなと思います。半目と、まあ、半目ぐらい。ちょっとずつですね。を。やっていこうかなと思います。はい。 で、ここの長編みのところは、長編みのところと立ち上げのところとあると思うので、これもね、同じように、ここにこう入れると、ここだったら2本ぐらい取れると思います。ここのところ2本ぐらい。で、お迎えさんのところも、こうやってして1本2本って取れると思うので、こんな感じでやってみてください。ここを全部取るとね、ちょっと糸が本当にわかるのが、渡るのが <laughs>、当たるのがわかるかなと思うので、うん。 なるべくこうやってして少しずつ半目ずつを取ってやってった方が綺麗にできるかなと思いますそんな感じでずーっと端の方までですねでここのダンスマーカーついたところまでかがっていきますでかがって一番最後のこのとこですね脇の空きのところになるので2回かまぁ3回ぐらい同じところを通してもらって中の方にシュッと糸処理をするという感じにしていきますこんな感じで脇の空きのところをかがってきました で、ここまでの長さを測っていくと、私の場合なんですけれども、だいた大体23.5センチぐらいの長さになってます。はい。ではですね、ここのところ2枚できたので、こんな感じで。次はこっちの裾のところ、ここのところのリボを編んでいこうと思います。裾のリボを編む前に、このかかったところ、2箇所のところに糸端がまだあるので、ちょっとここのところをね、あの、こっちの かかったところに入れようかなと思います。こっちの方がすごいしっかりしてるので、こっちの方に糸処理をしてみてください。一回ちょっと行って、で、ちょっと一つ戻って、ちょっと行って、もう一回ぐらい行こうかな。ちょっと一つ戻って、あともうちょっとだけですね。行って、で、出すという感じにしておきます。で、もう一本のところも同じような感じで仕上げてみてください。 かかった部分のところの2箇所の糸処理を裏の方にシュッとしてきました。そしたら、裾のリブのところ、糸をつけて編んでいくんですけれども、こちらが表になります。で、こちらが裏側ですね。表の方を向けて、今度は編んでいきます。では、鎖がこうやってして見えているところ、ここを1つずつ取って編んでいくんですけれども、糸端のところ、ここ一番最後のところですね。ここのところに糸をつけます。はい。 で、こちらのところは糸処理できるぐらいに糸端を残しておきます。残しておいて、で、ここもまず糸端まだ残っているので、このところをね、ちょっとぎゅーっと縛って固定をしておきます。はい。この状態で鎖を編んでいくんですけれども、ちょっと今回ね、裾のリブのところを結構太めに取ろうと。 太めというか、こう、うん、長めに取ろうと思ってるので、このリブも、うんと、ご自分の背丈に合わせてもいいし、短かったら短くても全然大丈夫です。今回私、12目ぐらいでいこうかなと思ってるので、ここはもうお好みで、リブの長さを決めてみてください。1、2、3、4、5、6。鎖を12目分編んできました。で、12目編んだ時点で、ここ測ってみると、 えーと、端まで。だいたいまあ7センチぐらいかなという感じです。で、ここから鎖を1つ立ち上げて、裏山1つずつに細編みを編んでいきます。まずは鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目の裏山。ここから細編みスタートします。まず1つ編んで、細編みの頭にダンスマーカーつけとくと分かりやすいかなと思うので、ダンスマーカーをつけます。 で、それからはもう私は12目分なので、12目分の細編みを編んでいきます。裏山一つずつにとって編んでいきます。はい、端まで細編みを編んできました。で、一番最後の12目目になるんですけれども、ここにダンスマーカーをつけておきます。で、今ここが入れてスタートしたところになるので、その隣の目、ここですね、ここのところにまず1個目引き抜き編みをして、 で、次、その隣のところに二つ目の引き抜き編みをします。二回引き抜き編み。で、その状態でくるっと、その状態のままですね。鎖も何も一つも立ち上げずにくるっと後ろを向けます。はい。で、そうすると、一番最後の目ってここ、あの、ダンスマーカーつけといたと思うんですけれども、これの、この上半目一本、ここに半目見えてると思うんですけれども、この半目一本に、 リブを編みたいので入れてもらってここからまた細編みをスタートしていきますここですねはい、で、わからない方はここに段数マーカーをまたつけてみてくださいこれ一番最後の細編み編み入れるところという感じですねで、またここの鎖の上半目1本を取って上半目だけ取ってまた端まで細編みを編んでいきます はい。端まで細編みを編んできました。これで2段目終了ですね。次3段目鎖を1つ立ち上げて、また表の方を向けます。で、ここのところも、今これ最後の細編みですよね。この半目、上半目1本です。リブって上半目1本取って編んでいくんですけれども、上半目を取ってまず細編みを1目編んで、段数の中つけとくとわかりやすいのでつけておきます。で、次からも、 上半目一本を取って細編み。ということで、12目分ですね。ダンスマーカーつけたところまで上半目を取って細編みをまた編んでいきます。はい、ここが一番最後の目になるので、ダンスマーカー取って上半目一本に最後、細編みを編み入れます。はい、これで端まで編み入れました。そしたら、また引き抜き編みを2回するんですけれども、ここのところ、 これ入ってますねここのところころの入っているその隣の目隣の目がここになるのでここに入れてもらってまずは1回目の引き抜きあその前にねダンスマーカーつけとくとね一番最初の頃ってちょっとどこから最初入れたらいいのかわかんないので一番最後の細編みにつけておいて今1回引き抜き編みの移動ですね。でその隣に2回目の引き抜きになるので引き抜き編み2回で移動。 で裏を向けて、はいこのまんまの状態で裏を向けます。でそしたら一番最後のこの細編みにダンスマーカーつけておいたのでここからまたスタートで細編みを編むという感じになっていきます。これでねずーっと編んでいくことになります。でちょっとわからなかったら巻き戻して見ていただいたらここのところわかるかなと思うので巻き戻して見てみてください。 で、ずーっとここを編んでいくと思うんですけど、ちょっと段差のとこがあると思います。ずっと編んでいって、ここの、あのー、ここのところですね。こう、かがった部分があると思うんですけれども、ここのところも、これ一番最後のこの鎖のところになります。ここですね。その隣に、えっ、ー、と、この、 間ですねここに1目ぐらい入れれるかなと思うのでちょっとここかがっちゃったのでやりにくいかもしれないんですけれどもどっか1目か間が空けすぎてたら2目分ぐらいですね入れてもらって同じような感じで続けて編んでみてください。でまたずっと編んでいってここのところもまたかかってる部分がもう一箇所あると思うので最後の細編みと細編みの間ですねここだとちょっと離れてるので2目分ぐらい入れようかなと思います。 はい。そんな感じで、ずっと端まで編んでいきます。こんな感じで、裾のリブのところをずーっと編んできました。で、まだ、ここのところですね、最後まだ編んでないんですけれども、最後の終わりの部分、今までこう編んできて、一番最後の細編みに段数マーカーをつけてます。で、ここが最後に、あの、引き抜き編みしたところになるので、あと2目残ってる状態です。で、まず、1回目の引き抜きで、 で次ですね。一番最後のところ引き抜きをします。で裏を向けてまた編んでいきたいと思います。ここからずっと端まで編んできました。でここの高さがちょっともうちょっと合ってないかなと思うので、また折り返しここまで編んでそれで終わりにしようかなと思います。ここの高さが合ってるようだったらもうそれであの終わりにしても大丈夫です。 で、また鎖を一つ立ち上げて、で、表に向けて、ここからまた編んでいきます。はい、ここから端まで編んできて、もうこれでおしまいになるので、まあ、この辺りにでも最後引き抜こうと思います。はい、これで、裾そのリブの部分はできました。そしたら一番最後、ここ鎖だけ一つ編んで、はい、これで終わりにしようと思います。 このところはえっとまたここリボを編んでいくんですけれどもちょっと糸処理できるぐらいですね残してカットしておきますで、引き抜いてキュッと締めてこれでちょっと高さが合ってるかなと思うのでこれで終わりにしますで、こんな感じで裾のとこですねリブの部分をずわーっと編んできましたで、ですね今これフードの部分でこんな感じで裾の部分 でこここのお袖の袖部分ででですすねこんな感じいいていますで、えっと、最後に袖の部分を編んでいこうかなと思うのでまずはですね先ほども言いましたここの前立ての部分ですねここの部分を編んでいこうと思います。 裾のリブのところ編み終わりと編み始めの部分、ここのところ糸処理を裏の方にしてきました。で、次は前立ての部分編んでいくんですけど、ここから糸をつけて、まず一段細編みを編んでいきます。で、結構ね。ここの部分これあの前立ての部分なので、ずーっと編んでってでこのフードのところここもずっと編んでいきます。で、最後のところまで編んでいくので結構長いんですけれども。横の？ この部分ですよ。ここのところが長編みでちょっとガチャっとなっているので、なので一段だけ細編みを編んでいこうかなと思います。それでは、この鎖が見えているところの一番右端のところ、ここがあの、始まりのところになるので、鎖を全部ですね、取って細編みの頭に入れてもらって、それで糸を引っ掛けて引き出してきます。 でこっちの方はもう編みくるんちゃうかなと思うので編みくるむ分ですねちょっと長めに編みくるもうと思うのでそれぐらい残して鎖を一つ立ち上げて同じ目に入れて編みくるみなのでかぎ針の上に糸端をのっけてこれで細編みをまず一目編み入れますで目印に段数マーカーをつけておきますでここのところはもう細編み一つずつですね取っていったらいいので編みくるみながら これで編んでいきますリブのところを端まで編んできましたそしたらこっちの部分ですねこれはもう適度にあのー、入れれるところに入れていただいたらいいかなと思います でで感感覚覚も同じようなですねここのところとまあ大体同じような感覚で入れていただいてこの長編みのところですねここは足を割って入れた方がすごく綺麗に見えると思うので足を割るのがめんどくさいなと思われる方はそのままここに長編みに取ってみてください。私はここのところですね足を割ってで入れていこうかなと思います。ここうういうところですね真ん中取って細編み という感じここら辺も中を取って細編みという感じにしようかなと思いますそうするとこんな感じになりますもしもね足を取るとなるとまあ、ちょっとここでちょっと試しに編んでみるんですけれどもこんな感じですねここを取ってったところこれはあの足を割って編んだところちょっとね違いがわかるかなと思いますこっちの方が綺麗に見えるのでなので なるべくあの足を割って編んでみてくださいで目数とかも全然決まりもないのでそのまんまずっとあのフードのところもね結構長いと思うので編んでいただいてそれからまた同じような感じのリブ編みをしていこうと思いますこんな感じでぐるっと前立てのところ編んできましたで私は合計の目数が368目になってますはいではですねここのところぐるっと整えれたので次は リブを編んでいこうと思います。ここのところをずーっと細編みを編んでって、で、次、あの、リブのところを編むんですけれども、今こっちに糸がついてる状態。で、こっちが表側で、こっちがね、内側の裏側になります。で、裏側を向けて編まないとこっちに編めないので、そのまんまついてる糸の状態、この状態で今度編んでいきます。 では鎖の部分を今度こちらの部分は斜めにしようかなと思います。1、2、3、4、5、6、7と斜め編みました。その状態でまた同じです。鎖を1つ立ち上げて1、2、2目目の裏山、ここから細編みスタートになります。でわからなければ細編みの頭にダンスマーカーをつけてみてください。 でも、あの、先ほどの裾のリブの部分と全く同じような編み方になりますので、ちょっと一番最初だけやってみますね。1、2、3。細編みを斜め編んできました。そしたら、ここからスタートしている部分になるので、この一番端っこのここではなくて、その隣、ここのところに引き抜き編みを1回目して、2回目します。 で、また裏を向けて、斜め、斜め分 <laughs>、言いにくい。斜め分の、まあ、細編みを、えっと、編んでいくという感じです。1、2、3、4、5、6、7っていうとここですよね。これの上半目を取って、またリブを編んでいくという感じになります。で、ここのリブの部分はね、すっごい長いので大変だと思うんですけれども、うん。 頑張って編んでみてください。で、今回はあの、リブの部分のこの止めるボタンですね。もうこれはなしに、さっと羽織れるだけで簡単にしようかなと思ってるので、なしにしようかなと思います。はい、こんな感じでぐるっと一周編んでいってみてください。こんな感じで端までまた編んできました。結構長かったと思うんですけれども、最後ですね、今ここまであの、入れてあるので、一目だけ残っている状態です。 で、また折り返し編まなきゃいけないので、鎖を一つ立ち上げて、折り返してまた編んでいきます。はい、折り返して編んできました。そしたら一番最後、この段数マーカーついているところに引き抜きます。はい。 これででずっっとずーっとぐるっと編んでこれましたでここのところはもう終わりになるので糸処理できるぐらいに残してカットしちゃいますはいでちょっと鎖を1つだけ編んでですねでちょっと抜いておきますはいでできましたでこちらがまあ裏になってこうなっていったところでこっちが表側ですね全体的にはこんな感じになっています はいでここのところがもう編めたので次はあの袖の部分ですね編んでいくんですけれども編み方自体はもうここと一緒の編み方になります細編みをぐるっと編んでから同じようにリボを編んでいくという感じになりますそれでは袖口の部分ですけどここのところが合わせたところになります脇のところこの上のあたりにでも糸をつけてしようかなと思いますこのあたりがいいかなと思うのでちょっと入れにくいんですけれども 入れて、引き出してきます。で、こっちはもう編みくるもうと思うので、編みくるむ分残して、で、そのまんま鎖を一つ立ち上げて、引き出したところと同じところに入れて、で、糸端はも編みくるむので、編みくるんで、細編みを一目編みます。はい。で、ダンスマーカーつけとくとぐるっと一周回ってきた時にわかるので、これはもう必ずつけてみてください。 そしたら、ここのところも前立てのところと同じで、えっと、まあ、適度な感じで細編みを編んでいただいたらいいかなと思います。で、奇数目、偶数目も関係なく、ご自分のお好きな感じで、こうぐるっと細編みを編んでみてください。で、また一番最初のここのところまで来て、頭のところで引き抜き編みをして、まあ、ぐるっと一周編んできたのをつなぐ。そしたら、ここのところを5目スタートで、 私、リブを編んでみたんですね。反対のところ。こっちの脇のところ、5目スタートでずっとぐるっと編んでます。はい。こんな感じで編んでいただいて、で、まあ一番最後のところは、うん、うんと、次でまだご紹介しようと思うんですけれども、まあそんな感じで編んでいただいて、完成になります。こんな感じで袖口のリブのところをぐるっと一周編んできました。で、今ここまで来ているんですけれども、 こんな感じでまあ、折り返し編んできて、私はね、ここのところ一目だけ残ってるんですね。この一番最後のところ。なので、一番最後のところは、とこのまま引き抜き編み、今ここまで入れてるので、引き抜き編みをしちゃって、でもそのままここをね、合わせるようにしようかなと思います。まあ、そのままあの脇の下の部分なので、全然見えないので、 こうやってして、一つずつ引き抜き編みをするという感じです。五目分なので、五目分していきます。はい、引き抜き編みをしたら鎖を一つだけ編んで。で、糸処理できるぐらいに残して、カットしておきます。はい、これで。 袖じゃない、うん、そうですね袖のところ編めましたでこんな感じになっていてもうここで終わりになるのでこれを糸端をここの辺りにシューッと入れて糸処理をしたいいと思いますでここの目数が奇数目だった方だと多分1目余らないかなと思うのでその時はもう余らずにこう上のところで編んじゃって 今みたいな感じで上から下にこう引き抜き編みをして終わるという感じにしていただいたらいいです。もうここのところはねもう全然見えないのでそんな感じで処理をしてみてください。はいこんな感じで糸処理もして最終的に仕上げてきました。で後ろ身頃ちょっと測ってみるんですけれどもこの脇の合わせたところですねここのところを測っていくと。 横幅がだいたい4 5センチぐらいになっていてお袖のところから測ってみるとこんな感じでちょっとねこういった感じかなだいたいなんですけれどもこれで5 3センチぐらいになっておりますで上から下ですね肩から裾までの長さを測っていくとこれでまあだいたい5 9ンチ、まあ6 0センチぐらいかなという感じですね でフードのところはここんな感じ。で、この間のところを測るとこれが2 5ンチぐらいでフードの部分どう測ればいいかなちょっと測り方がね私下手くそなので参考にしてみてくださいフードのところでうんとこんな感じだと3 0ンチぐらいという感じになっております参考にしてみてください表のところはね こんな感じになっておりますで前身頃のところ測っていくとだいたいここのところで23センチですねリブからここまでが23センチでこのお袖のところですね測っていきたいと思いますこれで26センチぐらいという感じですねはいこんな感じで 脇のつなげたところも模様編みも綺麗にこうつなげているかなと思いますあのやり方でしたらつなげれますしリブのここのところもまあご自分のお好きな感じの太さでやっていただければ全然あの目数も関係なくできるかなと思います。でこちらのとこですねフードのところもこういった感じでつなげてなっているのですごくね綺麗に編めたかなと思います。 はい、今回はこんな感じで編んでみました。で、次であの、着用の画像が、えっと、トルソーなんですけれども、ありますので、そちらの方も参考にしていただければなと思います。はい、トルソー画像はこちらになります。このトルソーってだいたい L サイズぐらいだと思うんですけれども、こんな感じに、えっと、着用できるかなと思います。で、さっと羽織るだけなので、あのー、こんな感じで、前は空いてるような感じですね。 横を向けるとこんな感じですね。こういった感じになっています。バッグの着用スタイルはこんな感じです。すっきりと着れるかなと思いますし、近くに寄ってもね、この模様編みがすごい綺麗に見えてるかなと思います。 さっと羽織れて、今の季節から春先まで着用していただくことができますので、素敵な感じに仕上がりました。よろしければ編んでいただければ嬉しいです。